賢者の選択リーダーズ。賢者の選択リーダーズ、ナビゲーターの諸星豊です。白石美希です。ね、美希ちゃんね、はい、時代とともにね、物の値段が上がったり下がったりする、それは当たり前の話ですよ ね、 そうですね。でもね、物によってはさ、はい、例えば僕の子供の頃、バナナ、はい、誕生日にしか食べれなかった、遠足の時しか食べなかった、はい、まあ、それは昭和20年代の初めかもしれないけども、僕が日本を離れたのが昭和40年代の初め、いくらも高かった、数の子、はい、すごく高かった、はい、でも今平気でどこでも食べれますよ ね、 そ う、 すね、まあ、そういうその、まあ、水産業とか農業の製品は別として、その製品、いわゆるその工業製品、これも随分変わったと思いません？そうですね、ね、いろいろとリーズナブルにね、うんうん、最近普通に買えるもの、はい、こんなものがこんな値段で買えるのって思っちゃうものってあるじゃないですか、はい、あります、いっぱいありますよ。例えば携帯電話もね。そうですよ ね、 そうですよね、うん、あと電化製品なども、うん、あとテレビなどもね、結構リーズナブルになってきましたよね。そうですよね、はい、我が家に初めてテレビが来た頃のこと覚えてますよ ね、 すよね。もうプロレスの番はもうとにかくもうご近所の人までいっぱいでしたからね、はい、まあ、そういうちょっと昔の話は別として、まあ、いろんな業界でとてつもないそのイノベーションが行われています。そしてそのイノベーションに打ち勝って、まあ、競争に勝って、そしてどんどん伸びている会社があります。今日はその会社をご紹介したいんですけども、起業されてまだ15年目、そしてすでに東京東証の一部上場に、この春上場されたというハウスメーカー、新たな成長戦略に迫ります。1998年九州福岡で社長とたった3人の従業員とで起業したハウスメーカーがある。テレビコマーシャルなどで消費者に馴染みのタマホームである。現在従業員数2898名、売上高1523億円を誇るハウスメーカーとして急成長し、2013年3月東証一部への上場を果たした。独自の路線で躍進を続けるタマホーム株式会社のリーダー、玉木康弘の成長戦略に迫る。本日のゲスト、タマホーム株式会社代表取締役会長兼社長の玉木康弘さんです。よろしくお願いいたします。ようこそいただきました。ありがとうございます。早速なんですが、はい、タマホーム、一言で言いますと、どのような特徴を持った会社なんですか？はい、いいものを安く作るという会社でございます。まあ、あんまりそれ真新しくないですね。それですね、はい、昔から言われてることですけど、はい、まあ、それを、まあ、住宅屋として実行しているという会社でございます、はい、なるほど、はい、そうちゃんとしたノウハウがあるわけですね、はい、そうです、はい、それをじゃあ今日はじっくりと聞かせていただいてくださいね、はいはい、ということで、はい、番組ではですね、はい、3つのキーワードで進行させていただきますが、はい、まず最初のキーワードは何でしょうか？はい、それは、アメリカとコーヒーでございます。アメリカとコーヒー、はい、アメリカとまた別にコーヒーということ。2つ全然違うもんですよ、はい、そうですね、はい、ああそうです、ね、そのなんかちょっと謎めいてますけど、はい、そうですね、楽しみですね、はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。玉木康弘は1950年福岡県筑後市に生まれる。1973年、福岡大学商学部を卒業後、兄の経営する筑後興産に入社。1998年タマホーム株式会社を設立。1999年モデルハウス1号店をオープン。2002年本社を福岡市に移転。2005年本社を東京都港区高輪に移転。現在に至る。ではよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。玉木さんのご実家はもともとは明治時代から続く建築業を営んでいらっしゃったと、はい、建築屋でございます。はい、お伺いしたいんですけども、はい、学生時代からいつかはそういった建築の道に進もうとお決めになってたんですか？うん、でもあんまりやりたくなかったから小学部に行きました。家の仕事はやっぱりあんまりやりたくないんですね、若い頃。あ、そうですか。はい、もう 兄が少し病弱でしたので、はい、まあ、親父の方が、はい、まあ、次男坊のスペアが
スペアであるから、ね、お前は頑張るんだぞということで、なるほどね、嫌で嫌でしょうがなかったですね、うん、そうだったんですか。あんまり家の仕事というのはやっぱり他人様の隣の芝生の方がよく見えますので、あ、なるほど、ね、あ、やっぱ 人様のお仕事の方がね、本当はもうサラリーマンは気楽な家業だという歌が入りましたので、もう朝から夕方終わるサラリーマンになりたかったですね。でも継ぐものがあるっていうのは悪い話じゃないでしょう。いや、それが私は次男坊でございますので、はい、福岡ですから、はい、もう大体後継ぎというのは長男に決まっておりますので、まあ、私はもう野放し状態で育ててもらいましたので、まさかこの仕事をするとは思いませんでした ね、大学出るまでは、ただもう家の手伝いはしろということで、家業でございますので、はい、家の手伝いはやってましたけど、まさかもう卒業したらね、なんかいい会社に入って、はい、もう夕方焼き鳥でも食べてみたいな、ね、でも今はね、これだけ大きくなれて焼き鳥どころか、すごいものを食べられるわけですから。今でも居酒屋に居酒屋さんで取りますけど、はい、いや、どうしても気になることはその一番最初のキーワードなんですけれども、はいはいはい、アメリカとコーヒーと、はい、これをまずお話しいただきたいんですが、はい、それはですね、はい、若い頃にちょっとまあ遊学ですね、はい、遊びに、はい、留学にアメリカの方に行きまして、はい、で当然ですね、やっぱ日本よりアメリカの方が、まあ、所得が多高ございましたが、当時ですね、はいはい、まだ1ドル360円ぐらいの時でございますので、はいはい、向こうは高かったですから、お家の値段も高いと勝手に思い込んでたわけですね、こっちは、現実向こうでそういう、まあ、向こうはほとんど建て売りですからね、お家は現場を山の中とかに見に行きまして、お値段をね、バイヤーということで聞きましたら、はい、20万ドルとかね、高いので30万ドルですね、はい、今でもですけど、それは高いですよ。高くないです。いやいや、僕が言ったところなんかせいぜい3万ドルから6万ドルぐらい、ちょっと田舎の方で、いや、面白いな、はい、そうですよ、私が言ってるのはアメリカで一番人気があります、はい、南カリフォルニアですから、はい、あ、もうあそこは僕らアメリカと思ってませんから、高いんですよね、オレンジカンティーとかね、はい、そういうとこちょっと高級の方がね、はい、やっぱ北の方に行きますと安いんですよ、はい、シアトルとかね、はい、あっち行きますと寒いですから、はい、安い、半額ぐらいになりますけどね、はい、それでもね、2000万から3000万でしょ、うん、はい、ね、価格で言いますとね、ですからそういうハーフエーカーの400坪の土地がついてですからね、はい、日本ではちょっとよっぽどことない限りはその400坪の土地を1000万で買うこともなかなか確証ですね、はい、できないですよね、はいはい、ですからそれは本当カルチャーショックでびっくりしましてね、私は本当逆のことを思ってましたので、はい、ね、びっくりしまして、それでもう本当の15箇所ぐらいいろんな現場に、ね、行きまして、はいはい、それでまたカルチャーショックを受けて、僕乗馬場付き分譲とかですね、はいはい、馬が好きな人ばっか集まってるわけですね、はい、だから周り牧場があって、はい、乗馬クラブみたいなのもあまりに 家を買われてるみたいなんですね、はい、とか、でも滑走路がついて飛行機がばっかり止まってるやつもありますしね、僕の一番最初の家はもちろんゴルフ場の横でしたんで、はい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 、みんなゴルファーばっかりが住んでましたね、アメリカ人はそういう緑といいますか自然が大好きですからね、はい、そうですね、はい、そういう自然が多いところがお値段が高くございますから、はい、でところでじゃあなぜそれがそんなに低価格でできるとお思いになったんですか。いや、だから大体日本我々の先輩が、うん、まあね、いろんな、まあ、ちょっと企業名挙げていいかどうかありませんけど、うん、まあ、ソニーとかね、はい、いろんなホンダさんとかが、うん、そのね、その、うん、いいものを安く作られて、うん、まあ、世界的にその安くていいという評価を得てるわけでしょ、うん、はい、同じ日本人でですね、はいはい、でなんで住宅だけそのアメリカより日本が高いのかみたいなですね、はいはい、素朴な疑問といいますか、はい、おかしいんじゃないみたいなですね、はい、日本の方が安くできるはずだと。なぜアメリカの住宅がそんなに安くできるかということはそこでお考えになりました。いや、俺も考えました、はい、もちろん土地が安いということが一つですね、一つは、はいはい、まあ、ローン費はまあ変わらないかなと当時ですね、はい、ただ値段が安いですから、まあ、システム化してるというか、うん、まあ、ノウハウがしっかりしてるというかね、はいはい、まあ、それで安いんだろうと、まあ、例えば工期が早くできるとかね、うん、非常にそれは勉強をなりましてね、うん、で帰ってきました、はい、なるほど、はい、まあ、基本的にそのプレハブという言葉ですよね、基本的にはね、どっかで作ってきてそれを現地で持ってパッと組み立てるというところがアメリカのやり方ですもんね、はいはい、そうです、はい、トラックあたりで積んで、はい、パッとできるみたいな、はい、工期が短いから労務費もかかんないみたいですね、はい、人件費、コーヒーっていうのもやはりそのアメリカに行った時に、いやコーヒーはですね、はい、ちょうどもう私が40
になりまして、でちょうど今からもう40になったから頑張ろうって時にバブル崩壊だったんですよ、はいはいはい、バブル崩壊、はい、日本のね、はい、だからこのままではね我々建設業界もどうなるか分かんないということで、たまたま、ローコストのレストランといいますか、はい、今ちょっと近所にできましたので、まあ、お客様誘っていつもの通りサボり行ったんですね、サボりに。で私はもうコーヒーか紅茶しか知りませんので、行って、まあ、変なところに喫茶店に行ってビールとかも言えませんので、まあ、コーヒーちょうだいとか言って、はい、お客様たちも俺たちもそれでいいみたいな感じ でコーヒーを3杯飲んで帰るときに、はい、おいくらですかって言ったらね450円ってわけですよ、はい、まあ、450円、まあ、普通だなと、当時ですね、はい、もう20年ぐらい前ですので、はい、あ普通かと思って、はい、それにしては内装とかねあんまりいいの使ってないなみたいな感じで、はい、じゃあ1350円だみたいな、はい、財布から1350円出したんですよ、はい、でそこのレジのパートの女性の方が3倍で450円ですとおっしゃるわけですね、はいはい、びっくりしまして、それは私が大学を出る時ぐらい の、 あの福岡のね中心部の天神のコーヒーショップの値段だったんですね。なるほど。それから20年ぐらい経って同じ値段でしょ、もう物価は3倍も4倍もなってるのに、はい、だからそれまたびっくりしましたから、お宅これで儲かりますかって聞いたんですよ、ね、そしたらいや私は一従業員ですからね内容分かりませんけど今全国展開するんだということで毎年50店舗100店舗出店されてますよって話聞いたんですよ、あこれだと思って、あコーヒーをね150円で売って全国展開できるなら、もう絶対やろうと思って、もうそれで腹が決まったと言いますか、それでそのまあ高品質で低価格な住宅を建てようと思いになったと思うんですけども、そのどのぐらいのところにその目線というかどのぐらいコストを下げる、つまり売り値はどのぐらいでできるとお思いになったんですか。サラリーマンの方がご家族で住まわれてるアパートの値段がボーナスゼロで、はい、その値段で支払われる値段を設定いたしました。当時の住宅がいくらぐらい でいくらぐらいで御社の大体坪60万から80万ですね、はい、当時は今より高くございました。はい、はいはい、それをまあ半額の25万8000円ということで、はい、それね、はい、社長ね、あの、はい、コーヒーがそれだけ安いのはなんとなく、はい、その飲んでみて分かりますけども、はいはい、お家がね、はい、家が それだけ安いと、はい、普通の人はですね、はい、おい大丈夫かよと思いますよ、はい、もちろんあのチラシを 初回チラシを巻いた時に、はい、公正取引委員会に引っ張られました。あでしょうね、はい、先じゃないかと、はい、で2時間説明したら、はい、頑張ってくださいと言われました、はい、でまず公取は OK だと、はい、ところがその一般消費者としては、はい、だって他に行ったら60万なのが25万って言ったら、はい、それがですね、はい、もう反響が大きくて、はい、もう電話がもう鳴りっぱなしなんですね、はい、チラシ巻いたら、はい、お宅屋根がありますかとか、そうですよね、本当に、うん、あの柱はありますかとか、お手洗いは家の中についてるんですかとかね、基礎はありますかとか、はいはい、それに追われて対応に、はい、いや当たり前の家売ってますとか言ってね、もうそればっかりでした。もうまともにまともな家じゃないでしょうみたいなね。でもちろんそのモデルハウスみたいなのを作りになって、もちろん作りましたけど、どんどん、はい、まあ、展示されてですね、あんまりにも安いもんですから、はい、電話で問い合わせて確認してお見えになるわけですね、はい、本当に立ってんのみたいな、そうだよね、ね、だから、はい、その電話でも対応がもう大変でございました。そうそう、ご説明するのに、いやまともにと、じゃあ屋根は瓦ありますかとかね、もうしつこくやっぱ聞かれるんですよね。どこまで、その時は会社の規模としてそんなに大きな会社でもなって、設立時で社員3人と4人で設立して全くネームバリューもないし、何にもないし、まあ、ありていうその世間からの信用度というのはそれほどゼロです、ね、ゼロです。そして携帯電話4台だけだったんです。あとは全部借り物で、机からなんか全て借り物で、買ってくださった方々ってのは本当に勇敢な方だったんですね。私もびっくりしました、ね、ちゃんとあの感謝状差し上げて、もちろんもちろん今でもずっと感謝してます。そうですね、もちろんそうですけど、やっぱり真面目にね、はい、やればお客様あるんじゃないかということは分かってました、はい、その低価格高品質を実現するためにどのような工夫を行っていたんですか。もうそれははっきり言いまして、アメリカみたいに、はい、うちは、1500年続いた在来工法ですからね、はい、大工がトントンカチカチするんですから、はいはいはい、それをいかに工期を縮めるかということが一番考えましてね、そのためにはやっぱりそのノウハウがいりますので、はい、まあ、大体、木造住宅は4ヶ月から6ヶ月かかります。完成引き渡しにですね、4ヶ月から6ヶ月、それを今うちは60日
長いので基礎も入れてですか。全部入れてもう着工から引き渡し、長いので70日でございます。だいたいもう45坪標準のうちの45坪ですね、はい、まあ、135平米ぐらい以下のやつは60日でできます。はい、あれは短縮しましたので、はい、まあ、アメリカの住宅のいいとこを吸収して、はい、ですからまあ労務費が半分で済むみたいな、うん、と今材木はうちが約 60% 国産材使って、うん、日本のハウスメーカーではトップ、国産材を使ってる会社はトップでございますけれども、はいはいはい、それも山ごと買いまして、山ごとうちだけです、山ごと買ってるのは、はい、そしてそれをプレカッティングして、はい、現場に持ってきて、ね、そういうローム工程を短くするみたいな。まさか製材所までお持ちじゃないですか、ね、製材所持ってませんけど、はい、そういううちの特約店みたいなところがありまして、はいはいはい、はもそ必ずそこに大量に持っていきますので安くカッティングしていただいてみたいなんですね。それではこれで事業展開されてたわけですけども、はい、いつの時点でどの時点で、はい、よしこれでなんとか認知を社会の認知を受けたなって思ったことを、はいはい、それはですね、1号店がオープンする前に、はい、あの今 の, あの CM ソングですね、はい、ハッピーライフ、はい、ハッピーホーム、タンマホームというのを私が作りまして、はいはい、あ、作曲なんですか、はいはい、いや、金がなかったもんですから、はい、それをラジオとかにオープン前にね、はい、オープンの3ヶ月ぐらい前に、はい、1号店オープン前に、ローカルのテレビ局とラジオで、はい、まあ、ラジオちょっとですけど、うん、あの 5秒ずつお願いしますと、ラジオは20秒なんですよね大体、うん、はい、それを5秒お願いしますと、はい、で15秒は高く売ってくれと、よそに、はい、うちは金がないから5秒、5秒がハッピーライフ、ハッピーホーム、タンマホームで5秒なんですよ、はい、5秒だけ買って、はい、1日何回も流して、はい、そしたらちょっとクラブ活動が好きですので、はい、こっちのクラブ活動ですけどね、はい、お客様とこっちに日が暮れてからのクラブですね、はい、ライバル会社の大阪の S 社の支店長さんが、はい、あの隣で飲んでありまして、はい、たまたまですね、はい、でうちのせがれがね、はい、なんか最近ハッピーライフ、ハッピーホームって帰ったら歌うんだよねって、タマホームってどこにあんのとか言ってね、はい、話してあるんですよ、はい、ね、たまたま隣にいらっしゃった、はいはい、業界ですから、はいはい、顔は俺は、はい、知っておりますので、はいはい、あの会社の支店長だみたいな ね、 あ、なるほどね、はい、僕は知らないと思いますけど、はい、こっちは知ってますから、はいはい、そしたらそういう話を同業者の方たちとしてあったんですよ、はい、あ、子供さんがもううちのコマーシャルソングを覚えてるんだからもう買ったみたいな、うん、はい、2004年ぐらいですか、はい、着工の数が、日本一になって、うん、それはちょっといろいろありますけれども、はい、木造住宅ですね、はい、木造住宅に関しましてはですね、はいろいろプレハブとか、うん、鉄骨とかいろいろございますので、うん、木造住宅に関してはそうでございますね、2004年っていうと創業まだ、はい、1998年ですから6年ぐらいですかね、6年、はい、そうですね、はい、はい、それで調子に乗って東京に出てきたんですよ、調子に乗って、はい、で今度はその5秒のラジオじゃなくて、いや、もう東京の方はもうそういうのは厳しいから、そうですね、はい、してくれませんので、はい、でまあ木村拓哉さんとか ね、 ね、お願いをしたんですけど、はい、タマホームって知らないと言われまして、まあそうでしょうね、誰も知らないわけですからね、はい、東京に来たばっかりですから、はい、でまあ美濃さんの方にお願いしたら、いつもはねその宣伝部長とかね、はい、そういう PR 担当の人が頼みに来るけど、社長がね名指しでね、美濃さんお願いしますと言ったのはあんたのところ初めてだから出てあげるよみたいな、そうなんですね、美濃さんのノリです、はい、あ、そうですか、それとやっぱり知名度がないもんですから、まあ、巨人、子供たちも全部巨人、ジャイアンツファンでございますので、はいはいはい、あそこ後楽園 の、 まあ、東京ドームですか、バックネットを買いまして、ね、はい、でトマホームって何みたいなですね、うん、毎回はもうスポーツ、ね、ね、放送とかで流れるもんですか、東京にいればほとんどその北多摩郡とかね、はい、多摩市とか、はい、あっちの多摩だと思っ、はい、今いますよね、いつも言われますから、そうです、そうですと言ってます、あ、そうですか素晴らしいですね、はい、どこ、玉のどこなのみたいな、そうですね、はい、もうそうそう、それでお願いしますとか言って、はい、では続いてのキーワードは何でしょうか、はい、3度目の正直ということでございます、はい、入社してから今まで一貫して変わらないなと思ってるのは、社員みんなが明るくて元気がある会社だということに尽きると思います。強みはやっぱりどんな階層のどんな職種のどんな年代の人でも会社の
基本的な方針である、より良いものをより安く提供して社会に奉仕するというのが浸透しているというのが一番の強みだと思います。賢者の選択リーダーズ、今回お招きしていますゲストはタマホーム株式会社代表取締役会長兼社長の玉木康弘さんです。はい、よろしくお願いいたします。2つ目のキーワード、はい、3度目の正直とおっしゃったんですけども、はいはい、このちょっとご説明いただけますか。これは、はい、社員3人で1998年の6月3日に会社を設立しました時に、はい、社員と、まあ、いろんな職人さんですね、大工、はい、車間、まあ、30名ほどですけど集めて、3つの約束をいたしました、はい、タマホームという会社はね、はい、当面の目標は3つあると、で1つが東証一部上場だと、うん、で2つ1兆円企業と、3つ目が業界ナンバーワンと、もうこのたった3つ頑張ろうと、はい、その時は社員何人って3人、はい、社員3人に携帯電話が4台あるから天下を取るぞって始めたんです、はい、今からこの時代だみたいな。なるほど、はい、東証一部上場、はい、ついにその、まあ、果たされたわけですけども、もちろんですね、はい、どうでした、例えば社員 の反応であるとか、この今までの御社 その歴史というか成長を見てこられたその周りの方々とか、はい、実は東証一部上場するために9年前に品川の駅前に本社ビルを買って、はいはい、でちょうど8年前、まあ、8年ちょっと前ですけど、はい、本社を移しましてね、はい、東京に、はい、そしてやっぱりしっかりした会社で上場したいということで、はい、準備もしましたけれどもですね、で社員にはもう絶対そうやるんだということを言ってましたけれども、はいはい、じゃあいざやろうって時にリーマンショックになりまして、ああ、はい、あ、じゃあもう完全に足元救われたというか、もうどうにもしょうがない壁ですね。大株主さんたちも、はい、もうたまちゃんちょっと待ったらみたいなの言われましたので、はい、じゃあちょっと待ちますと、休みましょうということ で待ってましたら、じゃあもうやるぞって言ったらまた東日本大震災で、あ、こういう時にやっぱ上場というのもですね、それより復興に頑張った方がいいみたいなね、雰囲気がございましたので、ですから、まあ、上場も3度目の正直だということで。なるほどね、はい、それが今年の春、はい、3月の27日でございます。で上場ももう絶対やるんだというのはもう1年前から準備をしておりますので、はいはいはい、その時は株価が8000円切ったぐらいの上、はい、7800円とかでございましたので、やっぱ社員の中には社長もちょっと株価が良くなってやった方がいいんじゃないですかという意見もございましたけれども、うん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 、いや悪い時に やってね、あの業績が良くなら株上がるからと、ね、だからやるぞと言ってやったら、まあ、安倍さんのおかげかなんか分かりませんけれども、ちょうど一番いい時にですね3月の株がぐんぐん上がった時に上場できましたので、はい、まあ、何かついてるんじゃないかと思ってます。なるほど、はい、まあ、はい、一部上場企業におなりになって、はい、これから その展開というのはこれまでと違うんですか。はい、それはもうやってることはほとんど一緒でございますけれども、はい、やっぱり一番はですね、社員が喜んでもらったということですね。やっぱり日本の住宅業界の、まあ、ベスト10ですね、まあ、売上とかで、はい、の中で未上場うち1社でございましたので、あ、ね、はい、やっぱり社員が同じ土俵で戦いたいということで、やっぱり非常に喜びまして、はい、上場と同時に受注がドンと増えました。ああ、やはりね、はい、もう その日からドンと増えました、ね、それはあれですかね、はい、社員の皆さん方が若干肩身の狭いような思いをされてた、それがこう外されて、はい、わっと伸びた、ね、ということもあるかもしれませんね、はいはい、それが大事と思いますけど、ね、はい、あと一つはもう、うん、社長がね、上場するぞ、はい、上場するぞって3度目の正直でしょ、はいはい、だからもうね、やんないんじゃないかみたいなね、半分ちょっと諦めてる社員もいたわけですね、うん、はい、何割かは、うん、実際やりましたから、やっぱ社長約束果たしたみたいな、うん、はい、俺たちもやろうみたいなね。なるほど、またそこで一致団結して、はい、まあ、社長の、入社当初から言ってました目標の一つである東証一部上場、これが達成できた、ことによって私自身もですね、目標夢は必ず叶うんだと、新たに自分の、目標がですね定まって、かつ東証一部上場、したからにはですね、もっとより良いものをより安くという会社の方針をですね、お客様に、全体的に伝えられるように、自分自身もモチベーションアップはもちろんですけれども、社員もですね、モチベーションアップにつながりですね、毎日楽しく笑顔が増えて笑いが職場に増えたと思っております。これ
それでも一つ目の目標は達成されたと、はいはい、あと2つはその1兆円の売上と、はい、それからまあ日本一と、はい、まあ、2兆円以上売上ないと何番になりませんので、あ、なるほどね、はい、まずは1兆円というのを目標ですね、はい、そのためにはですよ、はい、当然その今我が国の人口構成とかさまざまなことを考えると、はいはい、当然のことながら国内だけではダメですよね、はい、もう事情が20年前、はい、30年前とはもう全然違ってまして、うん、はい、もう何年か前からそういうね、あの人口も減っておりますし、はい、高齢化社会になりましたので、はい、だからまあそれをその補うためには海外でならざるを得ないと、うん、でしかも一番重要なのはやっぱ ご近所でありますアジアに出るということですね、うん、なるほど、はい、それは6年前にシンガポールに TGI という多摩グローバルインベストメントという、はい、まあ、投資といいますかね、調査会社を作りまして、でどこでどこでしてもどこの、まあ、財閥といいますか向こうの現地のね、うん、組んだらいいかみたいな交渉も今もやってまして、はいはい、でおかげさまでプノンペンは、はい、に、まあ、ホテルといいますかサービスアパートメントといって、まあ、長期滞在型のマンションですね、はいはい、を9月2日にオープンいたしました、うん、はい、シンガポールを皮切りにアジアの拠点を拡大するタマホームは海外における最初の成果物として2013年9月2日長期滞在型のサービスアパートメントをカンボジア・プノンペンに完成させた。それに続く建築計画がいくつも進行しているという。ハワイで39階建ての SAO サービスアパートメントをですね、はい、やるようにしております。あ、それはもうアラモアナショッピングセンターの真横です。すごい。前は一等地ですね。一等地です。それとあと一つ道挟んで老人ホームを、はい、をやるようにしてまして。でもあまりにも東南アジアでのこれからの事業展開のノウハウと違いません、はい、うちはあの意外とアメリカの大学行った社員が多ございまして、はいはい、だからあのもうアメリカには慣れておりまして、はい、私もアメリカ大好きでございまして、はいはい、でまあ、ルールがほとんど変わらないというか、うん、まあ、建築基準法とかちょっと違いますけど、そうですね、あの、はい、イデオロギーが変わりませんの で、まあそうですね、やりやすいと言いますかね、はい、同じ自由主義社会にいまして、はい、ですから、まあ、あっちの申し訳ないですけどサウジとかもこの間行ってきましたけど、ちょっとやっぱルールがね、はい、違いますので、まあ、考え方がかなり違いますの です、ね、ので、はい、やっぱりタイとか、はい、ミャンマーとかね、はい、まあ、非常にやっぱ日本人に近くて勤勉でございますから、はい、まあ、あの簡単に受け入れやすいのが、まあ、ちゃんと契約概念というのを守り、そして、まあ、企業倫理があってですね、倫理観があってその、はい、あの仕事をするということですよね、はいはい、それはその必ずしもアジア諸国および、まあ、特にその、まあ、サウジとかなんかだと全く違うその法体系ですからですけども、かなり違いますよねこれはね。やっぱりもうルールは全然違いますので。違いますよね、はい、もう1日2日経ったら完全に変わってるってことはしょっちゅうありますからね。単独でやっぱり海外に出ていくというのは非常に危ないですね。怖いですね、はい、ですからやっぱり地元の方とベンチャーで、はい、パートナー作って、はい、ベンチャーでですね、まあこれは世界中どこでも同じですけども、はい、やはり人材とその人材が持ってるネットワーク、はい、基本的にそこですよ ね、はい、それがしっかり開拓されてるということですね。それとやっぱり助かったのは、はい、アジアではですね非常にスマップが人気がありまして、はい、で日本にお見えになった方は、はい、タマホームさんはスマップのね木村拓哉さんを使ってるんじゃないと向こうから言われるんですよね。そうなんですね。もういろんなとこにベトナムのホーチミンとか、はい、タイとかね、親日の国に行ったらね、もうよくご存知なんですよね。非常にだから打ち解けやすいと言いますか、うちの社員たちも社長いつも言われますよと、タマホームイコール木村拓哉さんみたいなね、なるほどね、はい、うん、それ非常に助かってます、うん、まあ、偶然ですけど、はい、はい、すごいですね、はい、あの持ってらっしゃるノウハウをですね、はいはい、それを持っては多分海外に進出されてると、はいはい、それは普通のやり方だと思うんですけど、はいはい、やはり向こうに行けばそれなりにいろんなことを学ぶことはあると思うんですけど、もちろんもちろん、それをその日本に持って帰ってきてということは非常にあります。ありますよね。現にタイとかいろんなところで向こうの、まあ、例えば新日鉄みたいな会社とかも一緒に新しい住宅を作りたいとか、いろんなですね、タイのいいとこと日本のやっぱりメイドインジャパンとしての技術をね合わせた家を作りたいとか、まあ、いろんな話はもういっぱい当然出ております。はい、出ております。はい、ただ今目標に中国をはじめ、中国もですね、あのお金持ちは今もう内装は全部木なんですよ。はい、はい、そうでしょうね。だから我々がお邪魔して、はい、会社とかお邪魔して大理石のとこはあんまり儲かってない会社で、木でできてる会社は儲かってる会社です。
はい、上海とか天津とかね大都会に行きますと、はい、お家もそうマンションとかもそうでございまして、はい、中国の方ならほとんどご存知と思いますけど、木で作内装を木でしてある方はお金持ちという、非常にそういう自然のものを使うというのが今アジアではですね見直されておりまして、はいはい、非常にそういう日本風のですねやっぱ自然の木とかを使うというのがね、はい、向こうではステータスになってます、はい、アジアでは。まあ、これから20年、はい、25年後の、まあ、世界の人口が90億ぐらいになって、はい、3人に1人はインド人か、はい、中国人になるわけですね、はいはい、まあ、インドの方がちょっと多くなると思うんですけども、はいはいはい、これ明らかにそちらに事業がシフトされるってことはもう考えてらっしゃいますね。おそらく間違いないと思います。ですね、今のままでは、まあ、日本が中心になってくるのが一番いいんですけど、はい、そうですね、まあ、人口が減ってきますので、はい、どうしてもですね、はい、では続いてのキーワードは何でしょうか。はいはい、日本人の教養でございます。何かこれをやると上の方が決められたり皆さんで決めましたら社内みんなで足並みをその方向に一点に揃えてそれに向かってみんなが進んでいくというスピードでしたり団結力というのがすごい会社なのかなというふうに私は入って感じました。はい、賢者の選択リーダーズ、今回お招きしていますゲストはタマホーム株式会社代表取締役会長兼社長の玉木康弘さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さて3つ目のキーワードなんですけど、はい、日本人の教養というお答えだったんですけども、はいはい、これをご説明いただけますか。はい、それはですね、はい、一つはやっぱり日本の住宅が高すぎますので、はい、我々が安くして、はい、もうまたうちのおかげでだいぶ安くなったんですよ、はい、15年間でね日本の逆に安くなりましたけど、はい、まだまだやっぱり安くしてうちも頑張って安くしましてね、はい、でその、所得というのはもうそんなに上がりませんので、はい、国民の所得自体はですねだから安く物を買えるということはその分、楽になりますから生活が、はい、それでいろんな、まあ、今日自分の教養を高めたり、まあ、大学あたりにでまた2回目行かれたりとかねできると思いますし、まあ、いろんなボランティアですねボランティアあたりの活動もしていただきたいというのがうちの会社のお願いといいますかね、うん、お客様に。そうするとタマホームさんは結構その、まあ、よく言うその企業メセナって言葉を使うんですけれども、はいはいはい、社会に対してさまざまなその、はいまあ、貢献といいますか、はいはい、いつも考えてらっしゃるわけですね。もちろんうちの社長がより良いものをより安く提供することにより社会に奉仕するというのがうちの、そこの最後の部分がね、はいはいはい、社会に奉仕するというのがうちの社長でございますので、はい、それは常に考えております。なるほど。常に資料を拝見いたしますと、はい、玉木さんは社団法人日本在来公住宅協会会長という肩書きもお持ちですよね。はいはい、そうでございます。こちらは、はい、このお立場っていうのはどのような活動を行っていらっしゃるんですか。はいはい、まあ、一つは日本の伝統文化でございます五重の塔とかですね、はい、作った技術が在来候補でございまして、はい、その伝統の技術を守るという、うん、だから、まあ、技術者ですね、まあ、平たく言えば職人、大工とかねそういう社官とかを育成していくと、うん、個人個人でなかなかできませんので、はい、組合でやっていくということと、それとあと一つはやっぱり木造業者でございますので、はい、日本の山を守ると森林を保護するというですね、はいはい、の 2つやっておりまして、はい、日本のそういう住宅メーカーとか、はい、工務店さんですね、うん、建設会社が国産材を使わなくなったということですね。あ、なるほどね。結局、日本の自然は我々国民が守る義務がありますので、はい、だからお金がやっぱりコストがかかるわけですね、はい、自然を守るためには、はい、だから我々が材木を買うことによってそれをの一助になるということでございまして、はい、仕事を通じて、はい、山林の日本の山林の材料を使うことによって好循環な日本の自然環境を作り出すというですね、はい、よく言われるのが割り箸とか、はい、爪楊枝ですね、はい、あれを使ってるとなんか乱開発してるように言われる方が一部いらっしゃいますけど、あれは逆で間伐材の要するに廃材の再利用でございますので、まあ、じゃんじゃん使っていただいて、ね、ただで捨てるものを使っていただいて、はい、お金払ってもらうわけですから、はい、それもじゃんじゃん使っていただいてですね、はい、そういうお金で日本の自然を守っていただきたいということですね。はい、大事なことですね。はい、そっちの森林の方は、農林水産省の林野庁の管轄でございますので、はい、毎年、ちょっと愚心といいますか、はい、林野庁の長官のところまで行きましてね、はい、林野庁の方も、タマホームさんね、どうしたら
山を守れるかという話がございますので、私がもうずっと5、6年前から申し訳ないけどね、外材の方が安いから、どっち買うって言われたら外材買いますよと、それは当然としてね、儲かりますから、でも日本の木はもう守らなきゃならないと。だからそういう何か日本の材木を使ったら得される、お客様がね、エンドユーザーが得されることをね考えてくれと。ただ、前の今の前の長官が玉城さん具体的にどうすればいいんだということでございましたので、その自動車とか家電にエコポイントがございましたので、はいはい、そういうのをやってくださいと。社団法人日本在来広報住宅協会会長として玉城が愚心したことで、林野庁木材利用課が監督する木材利用ポイント事業が実現した。日本はですね、世界有数の森林の国と言われています。ただ一方ですね、そういう状況にはあるんですけれども、木の利用が進んでいないと。で、木の利用が進んでいないとどういうことが起こるかというと、間伐ができない、それから新しい木が植えられないと、まさに人間社会でいう少子高齢化みたいな状況です。で、このために、森林が荒廃したり、生物の多様性の保全とかよく言われるんですけども、それをはじめとする森林の多面的機能が、発揮されなかったり、 CO2 の吸収能力が低下したりという、非常に良くない状態。このため、緑の循環を林野庁としては進めていくことが重要だと考えています。で、それはまず木を使って、それから木を植えて、で、木を育てるということもずっとこう循環してやっていくということが重要ということが背景にあって、この木材利用ポイント事業というものは生まれました。要は簡単に言うと、この事業をきっかけにして地域材の利用を進めたりですね、日本の地域の経済が活性化するということを一番期待しているところです。新築のお家を建てられて、それで合わせて、床なり壁を木質化した場合というのは60万ポイント最大あります。60万円ですね、はい。そうすると、例えば僕がタマホームさんに家を建ててもらうと、そうするとじゃあ外材使いますか、内材、国内産を使いますかというオプションがあって、こっちを使うと、国内の材木を使うと僕にポイントがいただけると、そんな話なんですか。そうです。うちはもう、申し訳ないですけど、大手では一番国産材使っておりますので、はい、うちはもう 100% の30万プラス30万で60万ポイント、はい、60万円ですね、金で言えば、お客様がいただかれます。うちじゃなくてお客様、はい、お得になるというですね。そうすると、それを今年の4月1日から施行していただいております。ああ、なるほどね、はい。そうすると、それはその、我々のようにその都市に住んでいる人間だけではなくて、はい、誰でも日本のさまざまな地方で、はいはい、実は 林業が結構盛んなところなんかでもいいですよね、はい、売りになりますよね、はい、それしかも、はい、家だけじゃなくて、はい、国産材を使ったこういう家具、はい、家具とかにも適用されます、はい、ああ、そうなんですか。家具とかにも全て日本の国産材を使った製品に適用されます、はい。そのポイントがいろいろございますけど、はい、でも4月1日から施行されてますのでですね、非常に私は国産材の需要にね、奮起を促すんじゃないかと思ってますけど、はい。これだけ競争の激しい業界にあって急成長を遂げられているということは、もちろんいいものを作ってらっしゃる、いい値段で、安い値段で売ってらっしゃるということは当たり前なんですけども、やはりそれ以上に何かあるだろうと、それは分かりますよね、はい。でそれが多分社税の中の一番最後の部分の社会に奉仕するというところだと思うんですけども、具体的には何をされてますか。それは具体的に申しますと、福岡の方に農業法人といいますか、多摩アグリ株式会社、アグリカルチャーのアグリですね、はい、農業の方をさせていただいてまして、はい、社長以外は全員体の不自由な方でお仕事をしていただいております。全国にそういう体の不自由な方いっぱいいらっしゃって、健常者に比べてすごく就職率が低くございますので、はいはい、そういう体の不自由の方の自立支援といいますかね、の一助になればと思って頑張っております。なるほど、ね、はいはい。そうすると御社はいつもその社会の、はいはい、弱い方々に目が向いているということですね。もちろんですね、奉仕するということは、もうそういう社会的に弱い方を援助するといいますかね、はいはい、の味方になるというか、それをうちの社員にしておりますので、はい、社員の皆様には、ね、そういう錦の御旗というか、はい、哲学というか、ね、はい、いいことをするために商売やってるんだと、うん、社会に貢献するために仕事してるんだということを徹底的にやっぱ教えております、はい。社長がこうやっぱり夢を持って
ているので、それをこう叶えている自分の夢ですね、社長自身の夢、一部上場だったりとか一兆円企業とか、それをこう間近に見せてもらうことによって自分たちも何か夢が叶えられるんじゃないかとか、そういったことをこう期待させてくれる企業じゃないかなというふうに思いますので、やはり、夢を持ってるというか、夢をこう実現するというか、夢が叶えられる企業だというふうに思っています。上場、一部上場を果たされました、はい、そしてまだあと2つの大きな、はい、夢というか目標が残ってらっしゃる、はいはいはい、そして、まあ、本当にこのなんていうんですか、ただ企業が儲かればいいというだけではなくて、必ずそれはそこに働いている方々、そして地域の方々、また社会の弱い方々というところに目を向けて、いつもそこを考えながら企業を引っ張ってらっしゃるというこの社長さんですよね。本当にいい感じがしましたね。今後とも邁進していきたいと思ってます。これからのますますのご活躍を期待しています。本当にありがとうございました。私は48で起業いたしました。で、若い人はどしどしですね、起業されて、ベンチャーというかチャレンジをされて、で、日本のためにですね、活力ある日本を作るために若い力をですね、出していただきたいと。そのためには私も微力でありますけれども、応援をいたしますので、どしどしチャレンジをしていただきたい。ただそれだけです。